こんにちは、速稼塾の久保です。今日の国会議員への電話なんですけども、れいわ新選組さんにちょっとね電話をしてみたいと思います。先日の話ですけども、予算委員会で大内昭子議員がですね、岸田総理のことをね、犬とか鬼とかいうふうに言われてました。いや、広島県からね出ている岸田総理のことをね、そんなこと言うなんて正解ですね、これはね。いや、私たち県民の負託を受けて総理になったのにもかかわらず、私たち県民の税金の負担を全く考えていないというところが物申したいなというところですよね。まあそこにですね、大石明子さんが犬だとか鬼だとか言ってくれたんで、もうその通りだよと。岸田さん、あなたの飼い主は我々ですよと。まあ飼い主という表現がね、ちょっと勘に触るかもしれませんけども、でもやっぱりね、家族とか友人とか貴重な存在だと思うんですよ。ね、ワンちゃんはね。なんだったら岸田総理はシェパードとかドーベルマンのようなね、精悍な顔立ちをしてらっしゃるんで、心強い味方という捉え方もできますからね。むちゃくちゃメッセージ入りますね、今日はね。というところでね、れいわ新選組さんありがとうということと、同時に、10億円でスパイを、勧誘してるんですか、どうなんでしょうか、NHK 党の立花さんが言ってることは本当なんでしょうかってね、この2点をちょっと聞いてみたいなと思っております。それじゃあ電話をします。スピーカーにしますね。残念でした。電話にお出にならないということでね、いっぱいでした。期待させちゃって申し訳ありません。でもコールセンターで人をたくさん雇うっていうこともできると思うんですけども、というのがね、予算的には多分 NHK 党の方が少ないと思うんですよね。でもちゃんとコールセンターはじめやってらっしゃる。まあ単純に比較はできませんけどね。いざという時国民の声が届けられない。確かにメールの受付フォームとかありますけども、でもね、れいわ新選組さんは外線を結構されてますからね。そういう意味ではなかなか事務所の中に人がいるというよりも、街に繰り出して語りかけていくっていうことだと思いますんで、どっか外線でですね、質問コーナーがあるじゃないですか。あそこで何か言えないですかね。どなたかお願いします。以上です。